皆さんこんにちは。今日は JR 北海道根室本線薩内駅に来ています。駅に到着するとすぐにキハ40のタイフォンが残っている車両が来ました。北海道の100両弱あるキハ40の中でも1両しか残っていませんのでラッキーでした。駅舎の中はこんな感じです。普通列車のみ停車、おおむね 1,2 時間に1本程度の運行です。改札を出ますとホームは2面2線、1番線と2番線は構内踏切で結ばれております。駅舎側のこちら側が1番線で、主に上下線とも普通列車はこちら側1番線に停車します。1番線側の枕木は約3本に1本の間隔で RC コンクリート製の枕木が使われているようです。対する2番線側、こちらは特急列車が通過しますので全てコンクリート製の枕木で強化されています。それではここからは列車の映像をお楽しみください。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。